アールネシフボは、フィンランドの軍人、カレリア地方、ビロラハティの教員の家庭に生まれる。父は、民族主義者で、息子に政治的信念を教えた。1910年、ヘルシンキ大学を卒業した。1915年、フィンランド両兵大隊に入隊し、ドイツ帝国軍側で、第一次世界大戦に従軍した。1918年、大意として、 フィンランド国防軍に入隊した。独立戦争時、1918年4月から5月まで、カレリア方面にて、シフボ軍を指揮した。当時、フィンランド軍で最も成功を収めた指揮官と考えられ、1年で大位から中佐まで昇進した。フィンランド独立後、その年のうちに、第三師団長に就任、東カレリアに対するオロネツ遠征隊を指揮した。 1924年、軍事アカデミー校長。1925年、イタリアトリノの軍事アカデミーを卒業。1926年5月から1933年1月まで、フィンランド国防軍司令官。1933年から1938年、フィンランド国防軍総監。1938年から1941年。 1944年から1946年、内務省民間防衛部長。1941年から1944年、防空総司令官。1946年6月4日、フィンランド国防軍総司令官に再任。1953年5月31日、退役。継続戦争を経て、ソ連と交わしたフィンランドは、 パリ条約によって軍備に制限を受けた。具体的にはといったものであった。この中で、正規軍の兵力の不足に関し、シフボは1948年3月、パリ条約は動員は禁止していないものとして、予備役を基礎とする大規模な動員システムを組むことを提案。これが認可されたことで、フィンランド国防軍は、平時は、 条約以内の人員の正規軍しか保有しないものの、いざという時には広報要員を含む100万前後に及ぶ動員体制を構築することに成功した。ありがとうございます。